YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。京一郎です。今日はですね、ちょっとインターネットって怖いなって思ったことがありまして、まあ、そのお話を皆さんにできたらなと。かれこれもう東京に出てきて 5,6 年経つんですよ。やっぱりこういう職業というかことをしていると、いろんな人からこうお声をかけていただくことがすごく多くて、何度も実は動画にしてないっていうこともありまして、お家に来るっていうことも結構あったんですね。まあ、そういった人たちってどういうところで住んでる場所っていうのを特定してくるのかなって一つ疑問に思ったんですよ。もしかしたら普段の動画や、まあ、生放送等の言動から何かを照らしてこうここかなっていう目星をつけて貼ってるのか、まあ、はたまたなんかそういう情報提供サイトみたいなところがあるのか、怖いなーなんて最近よく思うんですよね。私見っけちゃいましたね、知恵袋。知恵袋、最強のツールは知恵袋なんですよ。そう、ヤフー知恵袋。誰が見てるか、誰が答えてるかもわからない特定の人に対して気になる質問を投げると、なぜか知らないけど正解が返ってくる。ヤフーの知恵袋、ネタかな、本当かな。俺は怖くなりましたね。なぜかというと、ヤフーの知恵袋にものすごく事細かに私の住所が、いや、私の家の近くの詳細なコメントを返している人がいたんですね。そこで私は思いました。このアカウントはもしかしたら本当のことを言ってるのかどうなのか、ストーカーの気質がある人がコメントをしてるかどうなのか、もしかしたらこの人は行く末私に会いに来ようとしていたのかっていうのをちょっと専門家の人にちょっと聞いてみたんですよね。それがこちらです。そうな、これはお前間違いなく、お前これはお前もう、もうその気質があったとしか思えんの。それはその気質がな、こんなこと細かくお前書いてるわけないだろお前。テレさん泣いてるんですか。パラオタリマ。というわけでいかがだったでしょうか。どうやら本物だったみたいですね。というのもヤフーの知恵袋に質問に対して返してきたコメントが、一番最初に住んでいた家なことには間違いありません。その人がもし本気を出したら今住んでる私の家もバレてしまうかもしれません。皆さんもツイッターや SNS 等の発言には十分気をつけてください。この夏の次のターゲットはあなたかもしれません。ハゲてるよさん、久々の登場だった。ハゲてるよさん、やっぱあの人はいいよね。めちゃめちゃハゲてるよちょっときゅうちゃんなんかハゲてるよさんに似てる。似てない。なんかね、似てるね。